こんにちは、ミッドウェス大阪の佐藤です。奇跡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここにちょっと僕の私物のサリバンがずらっとこう今勢ぞろいしてるんですけど、あの佐藤くんちの、はい、僕の私物のサリバン持ってきました。めっちゃ持ってんだね。こう見ると意外と結構僕買ってんなと思ったんですけど、それも持ってるしね。これもそうです。そうなんです。とりあえずあの先にあのどういった内容かとお伝えすると、あの今シーズンのものと僕のこの過去のものをこう組み合わせてもかっこよくスタイリングできるのかっていうところをご紹介したいなと思って。できるのかっていう。そうです。できるでしょ。できるんですけど、できる結論言っちゃうできるんですけど、あの一回まあそういうあのまあお持ちの方もプロキーとか結構あのお客さんの方もいるんで、はい、なんかこういう今シーズンに合わせるならプロキーどういう感じでいこうみたいなところとか見ていただければなと思いますっていうのと、そうなんです。とあとあのなんとアクセサリーが再販が決定したということで。お、そうだ。そうなんです。初耳ですね。そうなんですよ。だからあの僕の購入品も含めてちょっと今回ご紹介していきたいなと思ってますので、はい、まあ、ぜひ皆さんご視聴お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず1コーデ目これ着ていこうっていうのをちょっと楽に書けたんで見ていただいてもいいですかね。うん、で佐藤くんの私物は一応これです。はい、おお、前シーズンの一番の目玉ビッグボーイね。買うもんではない、ビッグまあ、ピンクのテーラード、うん、やっぱサリバンといえばテーラードぜひ、うんうん、っていうところで、まあ、テーラードを一番最初に出して今回合わせていくものは、うん、まあ、今シーズンベスト、これ僕超お気に入りなんですよ。あれ、え、ジャケットとベスト、はい、はい、ジャケットとベスト、はい、だからあのセットアップにして、はい、上テーラーにしようかなと思ってます。はい、うん、で、あの中の T シャツはまあ実際開けないと見えないんですけど、このカオスの、まあ、これも今シーズンを象徴するデザインだと思います。とこちらのレギュラーカラーのシャツですね。じゃあこのピンクのジャケットが佐藤くんの私物 で、 そ、 うです。それにこの辺のカオスだとかを合わせていってかっこよくいけるのでしょうか。う、ね、まあ、ピンクのトーンも変わってるしね。はい、まあ、でもお持ちの方はね、ぜひともあのやっぱこのブリーチの加減が今回はまた違うんですよね。そうなんです。ね、生地の質感もまた変えてくるんで、はい、やっぱ欲しくなっちゃうっていうところあります。全然違います。なんで、まあ、これで一回見てもらいましょうか。はい。はい。じゃあ着ていきます。さあ、着替え終わったということで、どうなりましたでしょうか。バン。ということで。はい。あの、ちょっとこれは、かっこいい。あ、はい。決まってるやないかと。はい。そうなんです。決まりや。決まりやってことです。じゃあこんな感じです。これあの下のサイズが44 の、 あのボディピアッシングデニム。あ、まだ他は着ないんですね。あの後ほどちょっとこの T シャツを見したいなと思って、はい、ちょっとこれを先にお見せしようと思いまして、ギザメンのこの空き缶というかデコルテのラインを見せたいと。そうです。ここめっちゃかっこいいですよね。でピンクに合わせて、でもピンクもあのまた色調が違うんで、この濃淡がはっきりしてまたかっこいい、うん、しっていうとこで。佐藤君音楽の背景とかないでしょ。全くないですあのないんですよ。そうなんです、音楽ない。僕もないんですよ一番好きな曲はハマチドリですからね。ハマチドリってなんですか一冊仕事人の曲。まあまあそれはちょっと置いておいて、で、はい、はい、で、あの、まあ、下のバランス見てください、はい、このめちゃくちゃ、まあ、タイトだけどすごい綺麗なライン、横から見てもそうですよね。まあ後で折ったりとかして、もう惚れ惚れするラインですよね。めちゃくちゃお尻綺麗に入るでしょ。はい、こんなにお尻綺麗に入りませんからね。で履き心地いいんですよね。本当俺もデニム山ほど買ったけど、サリバンの今のデニムはもう僕の中でもピカイチ体に合うというか、日本人のバランスにめちゃくちゃ合うと思う。すごいあ、そしてこれですね、はい、佐藤さんは速攻なくしてました、はい、あのおばあちゃんが落とし入れば落としたと思ったら自分がピアス落としてました。はい、あのじゃあこれであのじゃあシャツとこのベストも一回着ていきたいと思います。へえ、また違う着方をするんですね。そうですね、また見え方全然違うと思う。あ、わかりました。一回じゃあそれ合わせていきます。はい、はい、着替え終わりましたということで、あれジャケット着てます。あ、ジャケット着てるんか。着てます。中に仕込みました。ああ、なるほど、かっこいい。かっこいいですよ。はい、でもちゃんとあのセットアップっぽくデニムでしてるんですけど、中にこうテーラー入れ込んだらまたちょっとイメージもすごい変わるかなと思って、でシャツを入れました。こんな感じです。
で、あえてなんかこの感じで強いんで入れない方がいいかなと思って外に出しましたね。なんか隠す、これをあえて出さない良さがあるかなと思って、はい、出てる方がなんか楽でいいと思いますけど、はい、へーっていう感じで、だから、まあ、これから全然まだ気候的にもいけるもんね。いきますね、いきますし、やっぱあのずっと言ってると思うんですけど、最近の動画でやっぱりベストを着たいっていうことで、はい、あのベストこういう重ね着も実はできますよっていうのをちょっとしたかったです。袖がない服の名前って何やったかなっていうやつね。ノースリーブですね、うん、ノースリーブ、はい、一応外せます。ここもそれどうしますか、それあのシャツの上からも着ておきます。ジャケットとのコンビネーションじゃなく、はい、それはいい、それはいらないです。これはこれでいいんですけど、ただ確かにあのまあでも分かるもんな、それはな、まあまあまあ確かに分かるっちゃ分かりますけど、はい、はい、まああの何でもノースリーブの上からでも T シャツの上とかロンティーの上から着てもらっても大丈夫なんで、うん、アクセントにね、はい、アクセントなんで、まあ、これはこれでいいと思います。はい、はい、じゃあちょっと2つ目ご紹介してもいいですか。はい、お願いします。はい、持ってきます。さあ通行デメということでですね、はい、通行デメもちょっとラックに書きました。まずじゃあ僕の私物、じゃあ次パンツ持ってこようと思って、はい、はいはいはい、ロッキー、これはもうこれって実際経年変化していってんですか、剥がれていってんの。いや正直言うと、はい、あの若干してますよやっぱり分かんないんでしょ。いやあの分かってる、シワ増えましたね、こことかこのラインとかなかったですよ。へー、だからよくやっぱ動くシワのこういう足の付け根の部分とかが結構剥がれてきてるかなっていう、あたりやっぱ出てきてるんだ。はい、あ、そうなんだ。僕もそんなずっと履いてるうちじゃないんで、はあ、大きい変化ないですけど、お客さんのやつ見てても、まあ、僕と同じぐらいの履いてるんで、あ、はい、そうなんだ。またこういうのあったらね参考になるかもしれない。え、起毛感っていうか触った感じはやっぱちょっと凹凸が薄れてきてる感じあるの。ちょっと滑らかになるかもしれないですね確かにあのもうちょっとなんか滑り悪かった、初めてその着感って思ったな、うんそこまで覚えてないんですけど、まあ、そういう変化。これって例えばラインはあのストレートですか、いつもの一緒ですか。そうですね、ああそうです、ストレート、はい、そして、はい、で、これ僕の私物でかつ今季のもの、ああのタートルネックとか、はい、モックネックの形のデザインのピアッシング、これめっちゃかっこいいんで絶対着たいなと思ってました、うんうん、っていうのと、あのこのサイバーのテーラー、はいスペンサーね、そうですね、これ行きたいですよね、これかっこいいもんな、かっこいい、はい、もう残り少ないですが、あれまた2個デニム、まあこれはあの、はい、ちょっとまた違う形で出したいなと思ってます。へー、はい、お願いします。はい、行きましょう。さあ着替え終わりましたということで、通行デベ私物は、フロッキーのイエローとドンドン、いやかっこよすぎないですか。かっこいい、かっこいい、かっこいい、イエローとグレーのマッチング、超いい、いいっすよね。なんかモノトーン全開のブランドっていうイメージだけど、いやこれやっぱこのイエローがいいね、ビビッドじゃないだけに。そうですね、マットなイエローなんで、なんか雰囲気すごい出ますねこれで。でこの丈感と、これでもさ、これしたいって言われてももうできないじゃん、どうしたらいいの。いやできますよ、あのこれはまだ直営さんの方にはあの色によってはあるっぽいそうなんだあ、じゃあこれをカチッチで買ってもらって、そうですね、あのこっちはあれ直営さんのはい、まあ仕方ないですね、はい、いた仕方ない、下販売してるもん、しょうがないですか。あ、そうですか、追加されたもんな。はい、追加、いや、グレーとこの組み合わせ超いいわ。いいですよね、しかもやっぱ素材感でやっぱさ、ちょっとツヤ感が全部あってさ、普通の綿100とは全然やっぱ表情違うから、ここははい、もうめっちゃ肌触りもいいしっていうので、これはこれでかっこいいですね。かっこいい、グレーイエロー、これ俺佐藤君が組んだ中で一番あのかっこいいと思う。僕もめっちゃお気に入りなんですよグレーにイエロー、初めてやったじゃん。いやいやいや、あ、今覚えてる。あの家でいつもあの服着るときにこれで鏡見ながらかっこいいなと思ってずっと。ああそうなんですけど、じゃあもうジャケットピンクじゃなかったじゃんまあ、いや、あれはあれのかっこいいですから、あれもあれでいいよね、はいはい、でこれにじゃあ次あの先ほどご紹介した、あ、そうだ忘れた、デニムジャケットを合わせたいなと思って、うん、上から着るんですか。まあいいや、それはじゃあ、はい、着替えましょう。一回、あ、ジャケットは、あ、ジャケットは、まあ、例えばこれ外して中にベストを入れてもいいんですけど、あ、まあ、ちょっと1枚で次はお見せしたいなと思って、はい、まあ、ベストを白とイエローということで、はい、白イエローでこのグレー、昨日もでもやっぱこのイエロー履いてるお客さんは見えたもんね、やっぱこれヒットしてるんだな。
ああ、そうなん、うん、これもまあおすすめです、ね、うんうんうん、めっちゃかっこいいです。この白もあの真っ白じゃなくて、それはもうバッチリ合ってるよ、白になってますから。でもさっきの方が良かったな、さっきのグレーの方が、うん、やっぱこの白はこのイエローともマッチングしてるけど、ちょっとやっぱもうちょっとあるんじゃないかな、うん、これやっぱ今年らしいイエローな感じがするんで、でちょっとあの僕通行で終わろうかなと思ったんですけど、はい、紹介したくてしたくて本当は仕方ないんで、これいいですか、はい、2ボタンを、2ボタン白白で、はい、2ボタンちょっと本当おすすめなんですよ。1回じゃあ履いてみてもらってもいいですか。はい、わかりました。はい、パンツを履き替えてまいりました。はい、パンツ履き替えました。見てください、これあのバランス、これサイズ46なんですよ。あの先ほどのフロッピーとやっぱり形は同じに見えて、あのこれ後付けされてるようなやっぱデザインなんで、少しここから広がりますね、気持ち入ってても分かります、ここのあのあ、まあそりゃそうだよね、外側に来るわけだよね、はい、またちょっとこれあのだからバランスがちょっと変わってまたかっこいいです。いや本当だからこのデザイン多いんだよね、このブーツ履いてるように見えるデザイン、膝当てみたいな、これ白のスニーカーで履いたらもう白のこの上まで行ってるみたいに見えるし、これでも何の靴でも行けますから。でもやっぱこれ白白かっこいいな、ないしかっこいいです。この白パン生かしたいんだったら上は上にカラーモンか、まあモノトーン系がいい感じはするな。そうですね、まあその辺は皆さんも持たれてるとこだと思うんで、じゃあ今年白買った方がいいのかもしれない、いいじゃんっていう感じ。この白出るか分かんないですね、次このいやもう出ないでしょ、出ないです、うん、出ないです、絶対出ないと思う。この今回はやっぱメープルソープっていうのがあの大きくあって、それに対して作られてるから、いやもう出ないと思う、ないです、うん、真っ白じゃないですから、本当に全然比べると白のイメージ、うん、今年はやっぱこれ買っといた方がいいよね、買ってた方がいいです。次噂じゃあのすげえかっこいいブーツまた出るって噂なんで、あれに合わせたらやばいですよ、それに合わせて上はまたあのかっこいいアウター、ちょっと秋冬に見つけて準備しましょうみたいな感じだね、はい、っていう感じです。はい、で最後にちょっとあの一番最初にお伝えしていたアクセサリーをいつ出てくるのかなと思ったんですけどあ、じゃあアクセサリー取ってきてください。はい、で何ですか噂の、まず一つ目じゃあこれを、ちょっと待って、あんまり寄せられると、これ何ですか、これキャプティブビーズイヤリング、イヤカフちょっとあのイヤーカフなんでちょっと実践で作ると、あ、これボディピデザインのイヤーカフ、そうです、よし、これが再販さ、おお、かっこいい、え、おいくらなんですかこれ、これ2万2000円です。あ、1個2万2000円、はい、アップじゃない、税込みで別で、あ、はい、そうです、うん、なんで2万4200円、税込みで2万4000円、両方でもよし、片方でもよし、はい、鼻につけてもよし、鼻につけてもよし鼻につけないのね鼻につけるともう炎上しちゃうよつけない、あ、でこれ佐藤君また買うんだ、これはもう買わないとダメですよ、ああ、これ買わないダメですよ、これ買わないとダメです、僕、はい、わかりました参考にさせていただきたいと思います。本当はこういう付け方もね、2つ買って付けてもめっちゃかっこいいですよね、まあ、2つを1つの耳につけるっていうのもかっこいいし、確かに確かに、もうこういう形で1つに2つの耳をつけるっていうのもかっこいいし、どういうことですか、分かんなくなってね、どうですか、ちょっと2つのやつ、僕いや2つめっちゃかっこいいわ、いいですか、うん、ボリュームがすごい出そうですね、うん、ここのインパクトで、もうなんかあのなんかこうデジャブみたい、二度見しちゃうもん、二つついてたら二度見しちゃうね、なんかでかいのついてるって感じ、うん、あ、すごいすごいすごい、キャンドル純三張りのなんかでかさがあるっていうのと、あともう一つご紹介したのあるんで、それちょっと持ってきます、はいはい、もう一つご紹介したいと言ってたのがこちらです、スリーウェイマスクチェーンです。あとあの、うん、マスクチェーンにもできるし、ネックレスにもできるし、うんうん、あのサングラスのグラスチェーンにもできるっていう、あ、この前に垂らしてるのはすごいかっこいいじゃん。で本来はだからそれが後ろに行くわけですね。そうですね、だからこうなってもいいし、あえて前垂らしてももちろんいいですし、はい、でしかもこのちょっとアシンメトリーになってるデザインなんで、そうだよね、やっぱただただまっすぐこうドッキングさせてあるんですよね、もう
こういう同じものが続く配列のものっていくらでも世の中あると思うんで、そこでこういうデザインで持ってきてくれる。ちょっと先っぽ見せてよ、そのこっちの垂れてる方のやつがいいな。でマスクのホルダーの部分でもいいし、あ、このあの、ね、サリバンさんのピアスとかでも定番のやつの、はい、とこのクライナリサングラス通すみたいなね。そうです。それが全部バラバラにもできるからごちゃごちゃしなくてもいいと。ここで外せるんで外してもらってネックレスでもできるしっていうところ。それおいくらなんですか？19,800 円です。はい、はい、19,800 円です。ぜひこれもおすすめです。はい、じゃあこれ合わせて、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで、今回は僕の私物と、はい、今の今シーズンのお洋服でスタイリングをしてみたっていうのと、先ほどナックスよりご紹介させていただきました。僕サリバン多分 YouTube 界で一番好きだと思うんですよね。 YouTube 界って何ですか？いや、あ、YouTube の中でファッション YouTube でやってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕その中でダントツでサリバンは得意自信ある。あ、へえ。もうぜひサリバンを買うなら僕のとこしかないです。まあ、てかじゃあどんどん紹介しないとダメですね。そうですね。あ、よろしくお願いします。じゃあこれからもサリバン先生に教えてもらいましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。今回も何でしたか、いいねとか言わんでいいですか？あ、高評価とチャンネル登録とこちらからお願いします。はい、はい、あとね、地方の方はオンラインの方をご利用ください。ぜひオンラインもご覧ください。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。